でもドアの恐怖。ある日、のび太はドラえもんからどこでもドアという便利なアイテムを教えられました。最初は喜んで使っていたのび太でしたが、やがてそのドアが不気味な存在に変わってしまいました。夜遅く、のび太は一人で自室にいました。すると、突然、廊下から奇妙な音が聞こえてきました。のび太は不安になり、ドアを開けてみると、そこには見知らぬ場所が広がっていました。のび太はドラえもんに助けを求めるため、その場所に入っていこうとしましたが、なぜか進むことができませんでした。不気味な存在がドアの向こう側に潜んでいるような感覚に襲われ、のび太は恐怖に打ち震えました。その後も、のび太は何度かどこでもドアを使って異なる場所に入ろうとしましたが、いつも同じように進むことができませんでした。不気味な存在は彼を恐怖のどん底に追いやりました。やがて、のび太はどこでもドアを使うことをやめ、普通の生活に戻りました。しかし、彼の心には、いつまでも残る恐怖がありました。彼があのドアを開けた瞬間から、彼の人生は変わってしまったのです。ゴルゴンの首の恐怖。ある日、のび太はドラえもんから、ゴルゴンの首の話を聞かされました。この話は、鬼城に心を揺さぶる怖さがあります。ゴルゴンの首とは、伝説によれば、触れるだけで人を石に変えてしまうと言われるほど恐ろしい存在です。ドラえもんの話によると、ゴルゴンの首は、人の最も恐れるもの、内面の闇を映し出すものであるとされています。のび太は、清光でゴルゴンの首について知りたくなりましたが、同時に恐怖も感じていました。この恐怖を乗り越え、彼はゴルゴンの首についての詳細を尋ねました。ドラえもんは慎重に話を進め、ゴルゴンの首に触れることの危険性や、その存在が意味するものについて説明しました。のび太は恐怖と興奮が入り混じった感情に包まれながらも話を聞いていました。彼がこの恐怖を乗り越えてゴルゴンの首に触れるかどうかは、彼自身の決断に委ねられています。しかし、ゴルゴンの首の存在は人の心を揺さぶり、深い恐怖をもたらすことは間違いありません。以上が、怖い話、どこでもドアの恐怖とゴルゴンの首の恐怖です。これらのもの、動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。